場で両軍のイルミネーションマッチが行われまして、まあ、山田さんすごい試合でしたよね。いやーもう本当に素晴らしかった。どうなっちゃうのかと思って始まりました。お、村上と中島克彦です。やはりお互い得意としているので、先にやりました中島。主導権争いでしたね。どっちが決めてやろうかというね。中島克彦、さあまだこう若さがね、まあ、そうですね、若手でしたからね。本当に今もう 10年前ぐらいですかね、なんでやはりね、村上選手としてみれば小僧でしたよね。まあそのよく大きくなったなと、微笑ましかったというふうに村上は語っていましたが、さあその村上、喧嘩ファイター、このジャケットスーツを着たまま勝負します。村上はキャリア23年47歳、一匹狼としてさまざまな団体のリングを荒らしてきた平成のテロリスト。新日本でもノアでも己の生き方を貫いてきました。左フックかなりいいの入りましたね。ゲージご覧ください、凶暴10、もう10では足りないくらいのこの凶暴さであります。村上は言いました、本能のままに暴れるだけ、状況によっては仲間でも手が出ちゃうかもと不穏な発言をしていました。スイッチが入ったらこれは止まりません。村上出ましたね。ちょっと座った目になってますね。おー、額を突き合わせていく。明らかにこの剣豪に喧嘩越しの村上、おっと剣豪が昇帝連打。しかし村上も打撃で応戦します。全く下がらないですね村上選手は。昇帝とナックルが交錯しています。ソバット、剣を昇帝、しかし村上も倒れない。ロープへ飛ぶ剣を、しかし膝、いいリフトです。えげつないですね。えぐい蹴りが入りました。そしてスリーパーです。スリーパーホールドで剣を捕まえた村上。危ないですね。おスタンドの状態で、あーっとレフリーが止めた。よくない、よくない、よくない。まだ締めてますね。危ないですねこれ。村上が剣を締めようとした。杉浦は止めに入っています。まだまだ解いてないです。いやーなかなか離しません村上和成が。大きなインパクトを残しました。いく、こういう村上選手のような選手がノアに上がることで、皆さんこう若い選手たちもこの幅が広がるでしょうね、こういう選手と戦うと。そうですね、確かに。この村上選手はキャラクターはもうピカイチですからね、プロレスの技術プラスジャマの部分でも非常に勉強な。杉浦にベルトを奪われましたが、この野獣の強さ、それを再認識させられました。村上が正面から行く、藤田が投げっぱなし、ヤマン。すごい雄たけび。野獣が吠えました。おっと急所打ちか。これしかもレフェリーが見られてますね。あっと微妙なところ、しかし股間を抑えています藤田。おっとダッキラ、おっと村上の強烈なフック、そして得意の踏みつけです。こうなると止められません。戦いが大好きなこの村上和成、すごい顔になってますね。何かに飛びつかれたかのように米をぶん殴ります。めちゃめちゃ